お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの三四郎フグデッキですねやっていきたいなと思います。というわけで、今日は、ただただトロ上げをねしたいなと思います。で、あとトロ150上げれば展開というところで、今日展開に行きたいんですけども、ですねシーズンがとも2日と16時間で終わってしまうし、やばっ、KK がグロ1ですね。で、そう、マルチ、今シーズン全然できてなかったので、ちょっとね、急いでトロ上げないと間に合わないですね、全然。上にね。あと800。で、この動画は多分土曜日に上がるんですけども、土曜日が、クラロリーグの試合があり、日曜日もあるんですよ。そう、今週2試合で、次の週も2試合あると、いう感じなんですけど、土日試合で月曜日がシーズン最終日なので、結構ね、トロ上げする時間が本当に短いので、ちょっとね、こう、頑張ってね、効率よく上げていかなきゃいけないなと、いう部分でも今日はちょっとね、負けないようにしていきたいですね。さあ、今回相手は、ナイトに雪玉にポイズン、ちょっと珍しいですね、今んとこ。今んとこちょっとだけ珍しい。これ、多分マスケの前にロイフが間に合いそう。あ、さて、神のヒースピ。神のヒースピで、マスケ残り、マスケがタワー殴る。で、ワンチャンスケとかが出てきそうだが来ない。オッケー。いや、めっちゃいい。いやー、このダメージでかいですね。さあ、今回、相手のデッキが、ポイタルユキの、マスケ、ボムタワー。サンスペなのがね、ちょっと珍しいんですけども、なんだ?バルーンにポイズンはなさそうですし、スケラーかな?スケラですね。これは間違いなく。で、相手さっきポイズン使ってたので、ちょっとね、早めに三視展開していきたいなと思います。いや、普通に回るか、これで。で、ナイト、サイター、今回の相手がサンスペだったので、多分陸行きがちょっと少ないんですよ。スケとかが多分ないのかな。そう、そんな感じの、イメージが持てましたので、もうこれだけで多分相手きついですね。雪玉を放つか、ボムを置きたい。OK? けど、いや、いいよ。すり抜け?うわ、めっちゃいい、それ。相手のこのベビーによって回復してぶち殴ってんな。やば。タワー折れましたね。はい、グッドゲームですね、これは。いや、オッケー。いいペースですね。今回、相手が、ポイズン、タレユキで、三十四は、もしかしたらポイズンで普通に処理される、一ターン目とかそうだったんですけど、サンスペルのことによって、ゆえのゴーストのね、陸行きがないよと、いうところで、いい感じにね、タワー折ってきました。タッタもこれ、相手諦めましたね。なので、パッパとね、行きたいなと思います。もう、これが強いですね。この三重四デッキなんですけど、ロイホグでも攻めれるし、三重四でも攻めれるし、なんなら、相手がボムタワーとか、メガナイトとか、なんかロイホグが通んないなっていう相手には、ユーノだったり、ゴーストだったりで、陸受け枯渇っていう感じですかね。そういった部分でも攻めることができるっていうので、結構なんかね、応用が効くと言いますか、状況状況でね、いろんなパターンの攻めができるので、相手をね、崩すことが可能でございます。というわけで、今回相手は、ショテラバですね。ショテラバ!これはね、痛い目に合わせないといけないんですけども、一旦ちょっとむずいですね。これ、3C 単体で行かせるのはさすがに良くないんですけど、端前。いや、ちょっとやばい。あ、待って、マスク殴ってる。え?なんで?ちょっと待って、あいつ優秀すぎか?で、これはちょっとね、延命したいな。延命したいよね。いやー、いいですね。さあ、相手は逆サイ、ちょっと綺麗に守られてますが、あ、言うて。で、縦線使った、三角を使った、ババか、ババじゃねえか。今回相手はバルキリー縦線ですね。さあ、バルキリー縦線の、で、これバルキリー咲いて、ゴーストで受けてもいいんですけど、温存というか、なんかこう、ゴーストで受けて攻めるより、今、ロイフグでただただ攻めてるんですけども、バルキリーもね、抑えていくような。だから、守りかつ攻め、みたいな感じのね。さあ、オシャンティーロイフグでございます。で、ちょっと言うので攻めちゃおうかな。縦線が出るかな。もう無視ですね。相手としては、ここで、一旦一本欲しいねっていうようなところだと思いますね。で、バルーン来たら、ハンターでぶち落とせばいいので、これですね。腕の見せどころ、ハンターを横に出してあげると、あ、ちょっと、早いかな?いや、もうちょっと一個下か?もう一個下だって捨てたらな。あはー、待って、俺のハンター単純に下手だった。これ、もう一個下だったら、ハンター2発で完封できるんですよ。ってか、バルーン落とせるんですよね。いや、もったいな。ちょっと待って。普通に下手だった、今の。
なのでラバル来てもあのハンターを後からバルーンに当てれば4コスだけでぶっちゃけあのラバルを守れるんですよね。っていうのを見せたかったんですけど普通にミスりました、ごめんなさい。さあ今回相手バルキ、あーいやんファイボザップですね。いやファイボザップ嫌だなマジで。相手は怒ってますけど怒りたいのはこっちなんですよね。さあタイミングかぶる、でファイボザップ使った、でサンガを使った、インドか、インドがいるのでハンターからのちょっとインド蓋をして、よし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 、なんならね、なんなら蓋をして、よいしょ、OKOKOK で3勝展開 C の、うわーやばい。あでもこれ相手も5打ちたいけど打ったらこのユーナが入るだろう、うーユーナ入る、いや耐えろ、いや耐えた、危ね。で縦の戦士が来るか、いやバルキリーですね、これ一旦バルキリーで、ここ気合でもいかないとちょっとやばいですね。相手もそれを分かって攻めてる。あでもこれ俺の方が多分勝つんじゃね、3が5、あヒースピーやばい、待って陸行き、相手の陸行きわかんねえ、まあ、真ん中バルーンぐらいですね多分来るなら。 OK、 いや読んでる、いや爆破も入るな、うわめっちゃいいザップ、おいナイス、危ねえ、これちょっと負けそうでしたね。まあなんだろうね、なんか相手のファイボザップをただただ三振に打たれてたタイミングがあれがね良くないですね。なのでまあ無理やりにでもまあ、ロイホグに5打たせるか、まあ、なんかもう無限にハンターで回すかして、5を切ってから3射出さないと、ただたださっきアド取られる場面になっちゃったので、まあ、それがね、ちょっと、もったいなかったかなというところです。さあ、あと3勝かな、あと3勝で展開だ。なんかこう、前までは、っていうか、まあ結構昔の話にもなるんですけど、やっぱ初めて展開が出た時とか、初めてまあ赤缶とかまあなんか金券とかもですけど、こう壁を乗り越えた時はよっしゃやっと来たぞっていうなんかこうなんかこう得た感じがねあったんですけど、まあ最近はあ展開かぐらいというかまあ7500、8000とかまあなんかこう物足りなくなったというか、なんか得た感じはないというか、なんていうんですかね、まだ表現がむずいんですけど、なんかこうね達成感ですね、達成感っていうものがねまたまたなんかなくなってきちゃったね、まあところがあるんですけども、あのまあそんなねわがまま言わずにねちょっとトラゲしろって感じなんですけども、いや本当になんかまあでも今回なんと新カードがねいよいよ出るみたいなので、ちょっとそれ楽しみにねやりたいっすよね。全然飽きたとか別にそんなの1ミリもないんですけど、ちょっとねマルチ今季ほんとぶち上げて久しぶりにこうよっしゃーっていう感じをねちょっと味わいたい、まあところではありますよね。とさあ今回の相手のデッキはエレキとヒースピしかわかんねえ、全然覚えてなかった。さあファイボーロイジェ、さては J 説がありますね。これは神の、あこれヒースピ当ててあげればよかったな、持ってね、せっかく回復させてあげるチャンスだったのにヒースピーやってれなかった。相手なんかタイミング遅い、コストがないのか寝てるのかどっちかなんですけど、さあいいヒースピーエレキ、おあ相手のが飛んだんですね。さあこうなってしまえば、うーんいや待ってランバーだったな、待って本当に相手のデッキわかんない、ごめんちょっと待ってマジでわかんないんだけど、エレキランバー、エレキランバーと見たら、まあ、バルーンとかだと思うんですけど、ロイですね、全然違った。でこれ僕守ってバックだとワッチャー突破された時怖いのでちゃんと攻めてあげて、よいしょ、攻めてあげることによってもし守られたとしてもオーゲイ、あだから突破されたとしても僕のね攻めも通ってると、でなんなら僕は守ったし攻めたしみたいなね、さあグッドゲームでえございます。いやいいですね、30強いですね。新カードの話もしたいし、なんかアップデートの情報も出た、出てねえな、まだ出てないですね。新カードが2枚かな出るみたいな感じのやつがなんか出てますよね。なのでまたちょっと新カードの動画もね上げれたらいいかなと思いますというところで、じゃがいも、じゃがいものクランさんの可愛い顔文字さんよろしくね。
さあ、まあ、じゃがいも系列でね、まあ、話すこともないので、なんか話していきたい部分もあるんですけど、じゃがいもが、じゃがいもから話広げるの無理じゃね？積んだ。もう積んだわ、マジで。クラロワでかと。トークで積んだので、クラロワで頑張ります。さあ、今回相手は、ナイト、ババコヤなので、スケラだと思いますね。ババコヤ、スケラかな。という感じで、ナイトを抑えて、陸行きがあとデリバリー、ヒースピタルババとかだと思うので、ユーノ追加したかったんですけど、まあ、低めマスキーいるので、追加したところで多分、綺麗に守られて終わりかなと。いうわけでね、一回待ちます。さあ、頑張れ。で、ここは、まあ、ユニットで受けつつ、ワンチャンスケラが来る。さあ、これ、タルで、タルとね、ヒースピ、ヒールスピいるかな？いらねえな、これ。まあ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 、耐えました。まあ、耐えただけで。で、タルババが相手回ってるかどうか。お、待って、めっちゃ勇者、バーバリアン、君。縦になってくれましたね。ナイス？あー、いや、縦なってねえやんけ、お前。フェイクか。俺が行くぜとか見せかけて、やっぱ無理ってひよった、なんかね、そんな感じのやつですね。で、これは、あー、ナイト。いやー、これまた大変でございますよ、これ。ねえ、ババコヤを、まあ、ロイフグでは突破できないので、ユーノゴーストでしっかり揺さぶりをね、かけて、まあ、頑張っていきたい。で、三死二体は、まあ、ポイ打たれるかな、というふうな感じなので、ちょっとハンターとかにポイズン打ってくれたら嬉しいな、っていう感じで、ちょっとね、待っていきます。で、なんなら、まあ、ポイズンを誘うっていう手もあるんですけど、まあ、あとは高め三死とかですかね。よいしょ。まあ、ここちょっとぶっち当てて、ちゃっちゃ処理したいですね。いて、そんな入るかっていうぐらいスケラ入っちゃいますね。まあ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 、これで自然とカウンターの形ができる。低めますけど、あのね、ババコヤがちょっと良くないですね。非常に厄介。で、これは攻められてる逆に三振を出して、ちょっとペースをつかみたいですね、僕としては。で、ヒースピも添えてあげて、あ、やべえ、待って、俺の行かれてる、行かれてる。これ多分、ババコヤがワンチャン間に合わなかったらいいな、ロイフグなんですけど、多分間に合いますね。さあ、こっからですよね。腕の見せどころは、ボコボコにされるか、ギリギリ頑張れるかという風な感じなんですけど、このね、ババが意外と強えんだよ。ババがね。最低は、まあ、確実にポイズン当ててきます。よいしょ。で、あの三種がね、おさらばになっちゃうのがちょっと痛いですよね。で、からの、こう逆を言ってあげてね、ワンチャンマスクにタラババ来る。よいしょ。さあ、回復させてあげて、させてあげるものの、あのね、ババの声がやっぱ勝てんだわ。これね、マジで、三死出す。で、スケダラスケラ来て、積む未来が見える。やばい。さあ、これどうしましょうかね。誰か助けてくれねえかな。まあ、ロイフグだと突破できないので、まあ、ロイフグ以外で攻めて、なんかババコがうまいこと壊せると、まあ理想なんですけどね。そううまくもいかないもんなんですよね、やっぱ。これやばいっすよ。マジで。どうします？まあ最後にユーノゴーストがぶっ刺さること祈るぐらいですね、僕としてはマジで。いや、本当にね、祈ること大事ですからね。最後の運にね、託したいと思います。とりあえず高めですね。低めだとタワーに巻き込まれちまうのが嫌なんでね。やばい。これ延命しないといけない。さすがに延命してあげないと。いや、ワンチャンあるんですよね、マジで。こう、なんか、高め三重視ってやつですか。高めをね、意識していくと、マジでワンチャンあるんですよね、本当に。よいしょ。マジでワンチャンがあるんですよね。しか言ってないんですけど、マジでワンチャンがあるんですよね。ババコヤが間に合うと、悪い、間に合おう。いや、ワンチャンがあるんですよね、マジで。本当にワンチャンがあるんですよね。さあ、来たー。本当にワンチャンがあった。やば、しかもなんならタワー落としてんじゃん。いやー、これはねー、祈ったからですよね。いや、これは本当に良かった。さあ、来ました。次勝てば、展開でございますね。いやー、ここね、
綺麗に勝って終われるとね、すごいもうみんな幸せ。まあでも意外と僕よく負けるんですよ。なんか動画の最後に負けることがよくあるんですよね、僕。謎に僕あるあるなんですけど、さあ相手は雄たけびを上げていく。よいしょ、コインでもね、僕はね上げときます。で相手は何でしょうね、デッキがちょっとわかんない。まあ、言うのね、とりあえず流していきます。スタンプな、全然種類少ないんですよね。これでも多いじゃんって思う方もいるかもしれないんですけど、半分ぐらいしかね多分持ってないんですよね僕。さあ、あーすげえデッキ当たったな。あーやべえ、分かったかもこの人。僕の記憶がすごい正しいのか読みがすごかったらスパーキーですね。あ、全然違った。ごめんなさい。なんかいるんすよ、マジで。アイスイズスパーキー、なんかすごいデッキの人がいて、うわ、やっべえなーって思ってたんですけど、アイスイズスキューブ来て、全然違ったな。わ、しかも、なんか、おしゃんなタイミングにバルーン来ちゃいましたね。しかもこれ、やべ。頑張れ。うわー、いいザップ、それは。まだも君、ザップ使ったね。ザップって、2コストもあるので、ザップ使った後ってやっぱコストないんですよ。で、これスケルブ来ます。あー、意味づか。待って、ちょっとやべえじゃん。バルーンロイフの人だ、これ。この人のデッキ、一回 YouTube に上げたことあるわ。こんにちは、お世話になりました。ちょっと待ってよー。やばいよー。うい、これでも耐えるしかないんですけど、ここでタルババを使うと、相手の、スケルトン、舞台ちゃん、あいつにボコボコにされちゃうんですね。多分これ、スケブ、ヒースピ、おー、危ね。ヒースピじゃ突破できないので、いや、これすごいんですよね。これだって、ロイフで攻めたらスケルトン舞台来るんですよ。どうします？攻めれないですもんね。で、ここちょっと1回ハンターの使っちゃって、来たら多分2倍ダメ入るので3周が展開できるんですよ。オッケー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 。で、まあ、こうなったら俺のターン、あれこエリクサ全然増えない。一発上げてやる。で、これ早めにちょっと言うの出して、スケブとかを早めに使わせたいな。あー、めっちゃうまいそれ。だって分かってるやつねと、そんなわけできねえもん。やば、ちょっと待って。うめえんだけど。うめえぞ。いやでも、ゴースト、消えるな。オッケーオッケー、消えると怒る。で、さすがにこれ、右落としたくねえな。耐えれねえか。いや、耐えれる。いや、左も耐えれる。オッケー、いい、いい。すべて耐えれる。え、待って、落ちてる。タワー落ちてる。待って、待って、来た来た来た。あるぞ、マジである。なんでマジでわかんねえけど、相手やっぱ三死が嫌なんですよね、三死が。で、ぶっちゃけ穴埋めでも、ロイフグでも終わる。いや、いい。いい、ザップじゃ終わらねえから、相手は矢の雨打つしかない。あ、でもここでタルババ使うのよくねえんすよね、マジで。いや、いい。いや、全然いい、全然いい、全然いい。マジでいい。で、ここのゴーストとかで、スケアミをちょっと先に使わせたいですね。スケアミが厄介なんですよ、マジ。使え、使わない。いや、で、ここで使ってきますね、スケアミ。オッケーオッケー。いや、全然ある、マジで。固めてしまえばいいのかな。まあでも、矢ザップちょっと怖いっすよね。いや、いいな。いい流れですね、非常に。で、相手は、スキャミ覚えてねえな。ババがいるんすね。あー、いますね。で、スキャミおいで。うん。オッケーオッケーオッケー。いや、全然いい、全然いい。全然いい、全然いい。これね。おしゃれに来た！今だ！いけいけいけ。で、ここでキング。ここでババが来るでしょ、キング。いやー、ぶねえ、来た！これはやばくない？待って、なんで左落ちてたんだろう。一回、左が謎に落ちてたな。まあ、ちょっとラッキーですね。いやー、さあ7000。久々のね、展開。全然トラグしてなかったんでね。しかもなんか1077ってちょっと謎に数字もね、まあ、いい気がしますね。というわけで、ちょっと今シーズンマジでトラグもね、リーグも、いろいろ頑張りたいと思うんで、ぜひね、まあ、皆さんもね、一緒にトラグ頑張りましょう。というわけで終わります。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントも、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。